去る8月1日、こちら東京都中野区の東中野キングスガーデンを会場に、タラントフェスティバルという楽しくユニークなイベントが開催されました。主催はギフトカタログタラント制作委員会。これは福祉作業所や NPO などものづくりに取り組むキリスト教系諸団体を応援すべく、彼らの商品を掲載し広く世の中に売り出すお手伝いをする贈答用カタログです。やっぱりキリスト教業界の中にいろんな手作りのものとか、いいもの、クオリティの高いものがあるにもかかわらず、それがシェアできてないっていう問題意識がスタートで、それをどうにかこうみんなでシェアできて、かつこう足りないところを補い合うっていう関係を作れないかということがそもそもきっかけで、たどり着いたのがギフトカタログっていう形だったんですよ。今回のタラントフェスティバルは、同ギフトカタログタラントの企画に関心のある商業団体を招いたキックオフイベントです。当日は応募定数を大幅に上回る26の団体が参加し、所狭しと会場周囲にブースが並びました。プログラム最初はタラント活用セミナーと題し、ものづくりやネットワークづくりのエキスパートのお二人がトークショーを行い、売上アップの秘訣や販売促進、商品開発などのヒントが語られました。その一人、向谷千典明さんは、北海道浦河町で精神障害などを抱えた当事者の地域活動拠点ベテルの家から派生した、東京池袋に位置するベテ袋を主催するなど、障害者やホームレスたちの自立支援と社会貢献を目指し、日々彼らと共に奮闘しています。ベテルの家がある浦河町は、人口1万2000人余りの小さな港町で、障害者が就職したり社会復帰をするのは難しい地ですが、地元の日高昆布を全国に売ることで地域経済の活性化につながり、他にも清掃業、農作業、介護サポートなど、さまざまな地域のニーズに応えながら、今その働きは全国に知られるようになりました。そんな向谷千さんにタラントについて聞くと、障害や病気もその人の持つタラントだと答えました。それはベテルの人気商品の一つ、バラバラ昆布に通じるものがあります。サイズや種類や品質はバラバラですが、一袋の中にさまざまな個性的な味わいが楽しめるのです。やっぱりその障害とか病気そのものも、そういうその忌まわしいものとしてね、捉えるんじゃなくて、それを一つのこうその人が持っているタラントとして、すごくポジティブに考えたり受け止めたり、あるいはそういう病気とか症状とどう付き合っていくかっていう考える中でも、そのタラントと賜物っていう考え方っていうのは、ベテルの基本的なこのものの考え方 の、 その姿勢にすごく影響を与えているんじゃないかなというふうに思っています。トークショーのゲストもう一方は、家族で和菓子司栄光堂を営む片岡文子さん。ハレルヤまんじゅうや季節のお菓子など人気商品を考案、全国規模で販売しています。片岡さんが商売をする上で常に心していることは信用です。自分の売る製品はお客さんに喜んでもらえるもの、欲しいと思わせるものを徹底して作っているといいます。買わないと損ぐらいの自信作を出し、逆に何度試食をしても自信がないものは店頭に並ぶことはありません。クリスチャンの店だと教会員や知り合いが応援の意味で買ってくれることはよくあることですが、満足のいく製品でないと1回で終わり、リピーターにはならないと確信をつく片岡さん。栄光堂では前回買った時よりさらに美味しいものを提供しようという、常に味や品質を向上させる努力は欠かせません。またお客さんからのどんな声にも耳を傾け、要望にはできる限り応えるようにしているという徹底した誠実ぶりです。しかしそんな企業努力の一方で、クレームが来ることも少なくないといいます。特に昨今の過剰なクレームに便乗したように、まんじゅうにいくつもの石を入れた明らかな嫌がらせもあったそうですが、
それでも反論することなく新しい菓子折を渡して丁寧に謝罪をするのです。その謙遜さと誠意は人の心を変え、いつしかリピーターになっていくといいます。そのクレームとか、ちょっとお菓子があまり美味しくなかったとか、ちょっともうちょっと安くしてほしいって言われた時に、そういった商品を作ろうっていう気持ちになって、その作った商品がヒットするようになるっていう現状がありますので、そう言って、そしてそのクレームを言ってくださった方に本当に心から謝って、さらにプラスアルファのものをあげることによって、ものすごくまたその方がリピーターさんになってくださることもあるんで、マイナスがプラスになるっていうか、そういったことを最近感じて、はい、喜びになってます。トークショーに続いて主催者よりギフトカタログタラントの説明がなされました。クリスチャン個人また企業団体により生み出された商品を世に出すための力強い応援ツールとして、クオリティ高い画期的なギフトカタログを発案したのです。今年11月にテスト販売を開始します。このかつてなかった嬉しい企画にものづくりのクリスチャンたちは真剣に耳を傾けていました。その後のタラント掘り出し市では26団体の各ブースがそれぞれの商品を販売しながら活動を宣伝していました。それではその一部ですが、出展されたタラントの数々を紹介しましょう。人気商品何ですか？のマフィンです。これですね。お姉さん買いますから、それを。職場の雰囲気は、okay、みんな楽しくワイワイ頑張ってます。一点物の聖書カバーを中心に、あとは聖書にちなんだモチーフのアクセサリーとか、ギフト用品なんかを手作りしています。皆さんやっぱり聖書を入れるとなると大きいバッグで行かなくちゃいけないって悩みの種です。あとやっぱりこちらの開くところに取っ手がありますので、聖書が傷まないんですね。だいたいこっち側に取っ手があるんですけど、 ここが傷んできちゃうんですけど、聖書が傷まない工夫になってます。聖書の言葉を噛みしめて、そしてその噛みしめるだけでなく食べて身の中に染み込むということで非常に好評いただいております。はい、あとは教会関係の幼稚園さんですとか、あとはキリスト教系の学校さん の卒業記念とか、そういったのにたくさんお使いいただいております。どんなお店ですか？こういうシェイク入りのちょっと和風テイストなグッズを製造販売。御言葉で選ぶのもよし、側で選ぶのもよし、この箸袋も合います。外国のお土産として最適です。かさばりませんよ。この日一日で豊かな個性あふれる素敵なタラントの数々を見せていただきました。そしてそれらはこの秋発行されるカタログタラントから全国へ神のギフトとして届けられることでしょう。